じゃあちょっと用語の解説をしていきます、まあ。ダンスでも音楽でも、いくつか知らないと話通じないっていう用語がありますので、それを解説していきます。まず、ビート。はい。ビートって何ですかちょっと考えてみよう。ちちちちちち日本語で言うとね、吐くってやつですね。もともとはね、これ吐くっていうぐらいだから、心拍なんですよ。はい。あ、出た。心臓じゃん、やっぱりつって。ハートビートで、ね。で、これ人によって違いますよね。 ただ、まあ、哺乳類の中でも人間っていうくくりで見ると大体この辺っていう脈の速さっていうのはあると思います。で音楽とかリズムが鳴っている中では踊りのの一歩っていうのが基本的なビートです。基本的には踊りで考えると踊りで定義する、まあ、あるいは歩くでもいいんですけどこういうふうに自然に 体が動く、足が動く、ステップを踏む、踏みたいっていう、みんなが思う共通のタイミングっていうのがあるんですよ。はい。それがビート。だから、絶対こうですっていう絶対的なものではなくて、みんながそう感じるから <laughs>、そうなんですっていうような感じ。多くの人が、あ、ここで乗ると、自然だよねとかね。 ここで乗るとと気持ちいいよねとかここで一歩を踏むといいよねっていう暗黙の共通認識と言えるとここが心拍とはちょっと違うところですねもともとは心拍これがまあ人数増えると大体多くの人っていうかねみんなが共有する一歩っていうのがあります、はい、それがまあビートですねじゃあちょっと余談ですこれね面白いですよ皆さん血圧どれぐらい心拍数って あのね、これ低い。つまり低血圧の状態だと時間って早く感じるんですよ。で、逆に興奮したりね、運動したり、えー、普段から血圧高いみたいな人、血圧、心、え、拍、ー、数高いと時間がゆっくり感じるというような感覚があります。まあ、なんだろうな、相対性理論な感じですね。こう、脈が早いと自分が早く生きている状態になるので、周りが遅く感じると。まあ、ライブとか、 なんか緊張してるシチュエーションでは結構心拍数って上がりやすいと思うんですよ。はい、そうすると世界がゆっくり感じるので普段やってる曲なんかもねあなんかゆっくりかもしれないっつってねちょっと速くしちゃったりして、はい、で後から聞くとうわ走ってたみたいなことがこれよくあるあるだと思うんですけども多分経験ある方もねいると思う。はい、じゃあ次えっ、ー、とビート先ほど説明しましたね。 でオオンビートとオフビーートトとフっていうのがあります何回か説明したことあるんですけどこれもちょっと知っておいていただきたい用語なのでこの際覚えていただけますかオンビートっていうのがビートですオンは別に言わなくてもいいけどオフビートとつまりそれ以外と区別する時にオンビートって言い方を言います今の音楽で言うと1,2,3,4 1,2,3,4みたいなねカウントできると思うんだけどその1 2 3ー・ あるいは、ワン、ツー、ワン、ツー。行進曲とか、ブラジルのパレード、歩きながらね。トゥゥ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 ゥ

言えますオンビートっていうのはだたいね共通もう本当に理屈じゃなくて体で感じるっていうか自然に多くの人が取れるものがオンビートでございますからこれって結構もう揺るがないっていうかすごく原始的なものなのね。対してその間をどういうふうに感じるかっていうのはいろんな国のねリズムがありますといろんなね音楽いろんな音楽ジャンルありますけれども。 だいたいね、このオフビートを分析すると、オフビートの違いによって、それらしさが表せると。じゃあすいません。もう一個だけ覚えてください。もう一個だけ。これで最後。グリッドあるいはサブディビジョンっていう言葉があります。ちょっと拒否反応を示さないでいただきたい。全然難しくないので説明します。これは要するに分けて考えるっていうイメージです。グリッドっていうのは、 まあ方眼紙みたいなね学校で使いましたか方眼紙ってこうマス目があるやつねマス目で区切るみたいな、まあ、そういうイメージでサブディビジョンは分けるっていう意味なんですけどどっちも、えー、例えばこうこれがビートだとして音楽で乗る踊りの一歩を踏むタイミングだとしてその間の間隔を3分割しますとか 2分割します。とか4分割します。とか5分割します。とかえー、そういう風なイメージですね。想像上のものです。うん、うん、うん、こう踊る。一歩は揺るがないものですけど、この間ってすごく。不透明で人によって違います。ただ、ある程度共有しなきゃいけない時、特に音楽をやってる人で人と一緒に演奏をするとかあるいは？ えやってる人の音楽をさらにこう深く感じたいなみたいな深く理解したいなっていう時にはいまあこれをこうもやもやモヤってこうね頭の中で図を作るみたいなえイメージでいるとちょうどその半分で区切ったっていうかね マス目を作ったみたいに捉えていただくと分かりやすい人と、えー、演奏するときに説明がしやすいっていうことですねこのタイミングっていうのはいじゃあ持ってやると、えー、今このこれこう3分割しますっなさっきのは2分割だったわけなんだけどうーんうーんこれだいたい3分割、はい、4分割します これ4分割。まあみたいな感じで整数比で割ると結構人と共有するのに便利でありますのでこれを1個イメージとして使っていきましょうっていうはいで言葉で言うと、まあ、グリッド DTM とか打ち込みで音楽作ってる人は多分グリッドっていう言い方で通じるのではないかと思うでドラムとかえー、ねリズム系の楽器をやるときはね結構サブディビジョンみたいな言い方をしますけれども何分割するのかっていうただそれだけですはい で、そもそもの話、オンビートっていうのは、もうものすごく原始的で普遍的で揺るがない、えー、ものでありますけども、オフビートの方は、ちょっと曖昧さが残るっていうかね、いう感じなんで、これを定義するのに、これが便利だよっていう話です。関係性わかりましたオフビートとグリッドサブディビジョンっていうのは、厳密には違います。グリッドサブディビジョンっていうのは、ただ、 ものの見方をよりこう細かくするための道具っていうか、はい、さっき言ったみたいなオフビートを説明するのにあるいは共有するのに便利なわけですねちょうどグリッド半分のタイミングって言えばこれで人と共有ができますと、まあ、そういう話です、はい、クラシック音楽、まあ、つまり西洋的な 物の見方っていうのは一個、譜面っていうのもあるわけなんですけども、譜面っていうのはこの考え方なんですよ。まあ、譜面読める人も読めない人も、おた玉弱子って見たことあると思うんですけど、あれなんつうかって言うと四分音符って言うんですね。四分。四分割してる。八分音符。八分割してる。十六分音符。なんで十六なのって思いません、ね。十 <laughs> 六分してるんですよ。 一定のの、はい、それこの考え方なんですよまあグリッドサブディビジョンっていう言葉を初めて聞いてうわーってなった人いるかもしれないんですけど要するにこれはまあ譜面で書くととっていいうことにも言い換えられますさっきの話で言うと四分音符っていうのは一定の長さっていうものを一小節っていう単位として決めてそれを四分割したっていうお話です。 で別に譜面については今回やりませんので自分が持っている知識とあこれ同じことじゃんっていうのをすり合わせていただければと思います。で分かんなかったらちょっとまた聞いてください。